3、4メートル級に苦戦し、数箇所で負傷者を出している。今の調査兵団には以前のような力はない。だがそれだけの損害がなければ決してここまでたどり着けなかった。訓練兵時代はよく自分と父の考えた仮説を仲間に話していた。調査兵団に入ってそれを証明してみせると。だが調査兵団になった途端、なぜか誰にもその話をしなくなった。いや違う、なぜかではない。私は気づいていた。私だけが自分のために戦っているのだと。私だけが自分の夢を見ているのだと。いつしか私は部下を従えるようになり、仲間を鼓舞した。人類のために心臓を捧げよと。そうやって仲間を騙し、自分を騙し、築き上げた屍の山の上に私は立っている。それでも脳裏にちらつくのは地下室のこと。この作戦が失敗しても死ぬ前に地下室に行けるかもしれない。グリシャ・イエーガーが残した地下室、世界の真相に。